85号では引き続きタワーと台座を組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ02の仕切り板 A とパーツ03の仕切り板 B、 パーツ04の仕切り板 C を確認します。次に仕切り板 A の穴に84号で組み立てたタワーの LED のコードを通し、パーツ05の柱を合わせ、パーツ07のネジ2本で固定します。次に柱の左右にパーツ06の桁2個を向きに注意して差し込み、さらに2つ目の柱をはめ込み、ネジ2本で固定します。次に組み立てたユニットをその下のユニットに合わせ、ネジ4本で固定します。次に仕切り板 B の穴にLED のコードを通し、柱に合わせネジ4本で固定します。次に仕切り板 A の穴に LED のコードを通し、3つ目の柱を合わせネジ2本で固定します。続けて柱に残りの桁2個を差し込み、さらに4つ目の柱をはめ込み、ネジ2本で固定します。次に組み立てたユニットをその下のユニットに合わせ、ネジ4本で固定します。次に仕切り板 C の穴に LED のコードを通し、裏面の切り欠きにLED のコードをはめ込み、柱に合わせネジ4本で固定します。次に84号で組み立てた台座にパーツ01の台座 H をはめ合わせ、パーツ08のネジ3本で固定します。これで85号の作業は終了です。アシャット。